皆さんどうもこんにちは。本ようやくチャンネルのたけ見です。今回は古谷翔都さんが書かれた働き手不足1100万人の衝撃という本をご紹介していきたいと思います。この動画で興味を持っていただけましたら概要欄のリンクからぜひ一度本書を手に取っていただけると嬉しいです。それではリラックスして楽しみながら本書の内容に一緒に切り込んで参りましょう。本日のお品書きは次の通りです。 一元で日本の4分の1の町が地図から消えます。1100万人の人材不足によって起きる日本のやばすぎる惨状5000について。 二件で、せっかく貯めた貯金と年金が水の泡にお金があるのに使えない2040年に訪れる日本の真実について三件で、2040年を生き延びるために日本人は AI に身売りしなければいけないということについて解説してまいります。それでは早速一件の日本の四分の一の街が地図から消えます。一千百万人の人材不足によって起きる日本のやばすぎる三条五線から解説 をスタートしてまいりましょうか？ さて、本書では、なぜ2040年の日本において、1100万人ものね、人手不足が起きてしまうのか、そして、それに対して、どのように対処したらいいのかなどが、詳細な統計データとともに、詳しく説明されております。もちろん、そのような統計的な内容も大切になりますが、まずは、2040年の日本で、どんなやばいことが起きるのかをイメージしていただくために、将来、 具体的に日本で起きることについて一緒に見ていくことにしましょうか。 まず一つ目に紹介したい。1100万人の人材不足によって起きる日本のやばすぎる未来は壊れた道路やトンネルが放置されるという未来になります。さて、本書が行ったシミュレーションによると2040年には日本において1100万人もの人手不足になるということがほぼ確実であるということがわかっています。さらに、労働供給は今後加速度的に減少していき、日本は 折り返しのつかない状況になると予想されておりますそんな中ですでに不足しているのが 介護やインフラといった産業を担うエッセンシャルワーカーと呼ばれる人たちであります。昨今、全国で報道されている人材不足関係のニュースを見ただけでも日本がいかに今やばい状況に置かれているのかは一目瞭然だと思います。自動車業界では整備士が足りず現場は疲弊し修理は1ヶ月後となることもザラです。医療現場では全体の過半数を超える6割の施設で 学材師が不足しています。大阪の公立学校では教員が足りないために自習続きであるというとんでもない状況も起きています。介護や建設、物流が足りないのは言うまでもなく、このようにありとあらゆる業界で深刻な人手不足が今、ひしひしと起こっているということであります。中でもトラックドライバーをはじめとする物流関係の人手不足は深刻な問題です。 レーションによるとドライバーの不足率は24%を超えていてこのことは本来4人必要な仕事に今3人しかついていないということを意味しているんですそんな中ドライバーたちは3人で4人分の仕事をしようと日夜とても頑張って働いてくれておりますがそのような 労働者の善意に頼っていていは人材不足の業界というのはどうしても必然的にブラックになりがちで過重労働や異常なほどの残業時間によってどんどん人が疲れて辞めていくことになります。そのため今後は特に地方部などで全く配送ができない地域とか配送ができても離島のように非常に時間がかかるようになる地域が どどんどん出ててくるとということが予想されております時間指定などという贅沢なサービスが維持できないのは当然で、もはや通販で物を買うという当たり前の行為自体が成り立たなくなってしまうかもしれません。 こうした人材不足から運送業者各社は解決に向けて様々な取り組みを行っておりますが、たとえトラックドライバーの数を維持できても、今度は建設業界の問題があります。トラックドライバーがたくさんいたとしても、道がボコボコで車が通れなければ、当然荷物を配達することはできやしません。2040年の建設人材の不足率は22.0%で、道路の メンテナンスや災害後の復旧に人手が足りず壊れた道路やトンネルを放置しなければいけない状況になると考えられているんです日本はただでさえ自然災害が多い国ですから道路が寸断され地方都市が陸の孤島になってしまう日はそう遠くはないんですまた製造業の人手不足も大きな問題であります2040年には100万人以上の供給不足が見込、ま まれていてていい不足率は13.3%となっています昨今は円安によって海外から生活拠点を国内に戻す動きがありますがたとえ生産工場が日本にできても問題はそこで働く人がいないということそうなれば日本はトラックドライバーもいなければ道路を修理する人もいない上にそもそもトラックに乗せる商品を作る人さえいないというとんでもない悪 悪魔なな状況ディストピアになることでしょうこのような物流業界の悲惨な未来とともに日本で最も労働不足が深刻なのは介護であります2040年の介護職の不足率は25.2%でこれは週4で必要なデイサービスにスタッフ不足のため3日しか通えないという状況が当たり前になるということを意味しております当然 医療においても人材不足は顕著で外来で診察を受けるために一週間待たなくてはいけないなんていうことはザラで救急車を呼んでも受け入れてくれる病院がないのが今後当たり前になることでしょう。それでは次二つ目に紹介したい1100万人の人材不足によって起きる日本のヤバすぎる未来は警察官がいなくなり無法地帯になるという未来でございます。さて物流とか介護 医療といった民間の人材不足だけでなく公務員の人手不足も深刻な問題になっています。 あまり知られていないんですが、今問題となりつつあるのが警察官の不足です。警察官は治安を維持して私たちの生活の安全を守ってくれる非常に重要な仕事です。実は警察官は今応募者数が急速に減少していて今後数年で不足が顕著化する職業であると言われているんです。例えば鹿児島県警では2014年の応募者数は1025人もいたんですが 2023年にはわずか387人にまで減っていますここ10年でなんと3分の1人まで応募者が減っているんですこれから10年でさらに3分の1に減ってしまえば鹿児島県警にはわずか100人しか応募しないということになりますこのような応募者数の減少は地方だけじゃなくて都市部でも起きています例えば大阪府警では2018年代に1万人台だった 応者数が2022年度には6000人台と3割以上減ってしまっていますさらに問題なのが自衛官の不足です 2011年から2021年までの10年間で自衛官の応募者数は26%減少していて警察官と並んで私たちの生活を守ってくれる職業のなり手がどんどん減っていっているわけです。それだけでなくあらゆるジャンルで公務員の人手不足が顕著で将来的に私たちは高い税金を支払っているにもかかわらず人手不足が原因で公共サービスを満足に受けることができま できなくなる日がやってくることでしょう それでは次3つ目に紹介したい1100万人の人材不足によって起きる日本のヤバすぎる未来は日本の4分の1の地域に荷物が届かなくなるという未来でありますさてこのようにあらゆる領域で人手が足りなくなってしまえば私たちは生活するだけで大変で仕事どころではなくなります例えばゴミ回収業者の人手不足によってゴミ回収サービスがなくなって自分 自分の足でゴミを燃やすための焼却施設までゴミを運ばなければいけなくなるとしたらどうなるでしょうか私たちはゴミ一つ捨てるのに膨大な労力と時間を取られてそれだけで生産性がガクッと落ちてしまいますよね。このように人手不足は日本人全体の労働生産性までも奪ってしまいさらに人手不足に陥ってしまうというとんでもない恐ろしい悪循環を生み出してしまいます。 そんな悪循環が極まる2040年に私たちの生活は具体的にどうなってしまうのでしょうか。本書のシミュレーション結果では次のようなディストピアが待ち構えていることが分かっています。まずは先ほどの通り、とんでもない人材不足に見舞われている運送業ですが、ドライバーがいないため荷物が届けられない地域が発生するのはほぼ回避するのが不可能であると考えられています。 そのため私たち日本人は荷物が届くかどうかで住む地域を決めるようになるでしょう。シミュレーションでは日本の4分の1の地域が事実上荷物の配送も受け取りもできなくなり居住不可能になるとされています。つまりドライバー不足が原因で日本から4分の1の街が姿を消してしまうということです。また、 運送業と並んで危機的な状況にあるのが介護職でしたよね。介護現場では介護保険を使って週5で介護を受けることができるはずだったのが毎週のようにスタッフ不足でサービスを受けられなくなります。具体的には週に2回はスタッフ不足でサービスが停止になるでしょう。そうなれば高齢者自身や家族で介護をしなければならず家族全体の生活が大幅に圧迫されることに なるでしょう そして、建設業においては、2040年には、メンテナンスが必要な道路のうち22、22%が修繕できず、放置されることになります。その結果、地方の生活道路は、使うことができなくなり、橋やトンネルの落下といった事故も相次ぐようになるでしょう。その結果、渋滞が増えるなど、移動にかかる時間が増加し、何をするにしても、時間効率が悪くなってしまいます。さて、どうでしょうか このような内容を聞いて、いやいや、そんなはずねえよと思われる人多いと思います。結構ね、なんとかなるんじゃないのと楽観的になっている人いるかもしれませんが、これらはすべて正確な統計データに基づいて行われたシミュレーションの結果なんです。つまり、2040年にはこのようなとんでもない状況が訪れるというのがほぼ確実なわけです。16年後、私たち日本人はこのようなとんでも もない日本で暮らすことを余儀なくされてしまいます高い税金を払って高い介護保険料を支払っているにもかかわらずですしかも問題なのはこのような問題は超高齢化社会を原因としていて日本が世界で初めて直面する問題であるということなんですそのため前例もなければ成功が約束された解決策もありません私たち日本人は人類社会が初めて直面するとんでも ないディストピアに丸裸で立ち向かっていかなくてはいけないんです。 それでは次4つ目に紹介したい1100万人の人材不足によって起きる日本のやばすぎる未来は整備士がおらず車検が受けられないという未来になりますさてここまで2040年に訪れるとんでもない日本の未来についてご紹介してきたわけですが実はこのようなディストピアはすでに地方を中心に訪れつつありますそこで人手不足によって一体どんなことになってしまうのか その事例について実際に起こっていることをいくつか紹介してみましょう一つ目は自動車整備の人手不足によってもはや車検制度が維持できなくなっているというとんでもない事例であります東北地方のある会社では整備士がいないため仕事はあるのに断らざるを得ない状況が続いていると言います最近は EV とともに自動運転が話題になっておりますよね確かに 運転自体は自動化される未来が来るかもしれませんが、それでも人間の手が必要なのが自動車整備であります。特に地方では自家用車というのは人々の生活の足であり、車がなくては生活が立ち行かなくなるほど重要なものなんです。ですが多くの整備会社は 大型車の整備業務で手一杯で自家用車の車検業務にまで手が回らなくなっているというヤバすぎる現状があります。このようなことから今資格を持った自動車整備工の人材の取り合いが始まっています。一級整備士の資格を持った整備工が年収900万円で引き抜かれその地域の車検制度が維持できなくなったという事例もあります。900万円で引き抜けるならまだいい方で今後はいくらお金を払って っても整備工がおらず車検が実施できず車に乗れなくなる未来が来てしまう可能性だってあるわけです それでは次、5つ目に紹介したい、1100万人の人材不足によって起きる日本のヤバすぎる未来は、80代の高齢者がバスの運転をするという未来になります。さて、人手不足の問題になると必ず、高齢者自身が働けという乱暴な議論をする人がいます。 ですが日本の高齢者は実際働き者で多くの業界では高齢労働者がその業界を支えているという現実があります。 例えば、東海地方のある地域では、なんと75歳の現役バス運転手さんのおかげで路線が維持できていると言います。75歳というのは特殊ではなく、この地域の運転手の平均年齢は63歳で、ほとんどの人が定年後に会社に頼み込まれて再就職したと言います。地方のバスというのは、運転ができなくなった高齢者の大切な足ですが、そのバス路線を維持して いるのもまた高齢の労働者ということになりますまた物流においても高齢者が活躍しています新聞や広報誌の配達を行っているある企業は人手不足のため配達員はなんと70から80代の高齢者が中心であると言いますしかし これほどの高齢になると、健康問題によって、仕事ができなくなる人が大勢いて、どんどん配達員が離脱しているんです。このことからも、人手不足は、高齢者自身が働けばいいじゃないかという乱暴な議論では、問題は解決しないということがお分かりいただけるでしょう。それではこの辺で、一言の内容をまとめておきます。初めて聞く内容も多く、びっくりされた方も多いかもしれませんね。一言まとめ。 この一言で紹介した1100万人の人材不足によって起きる日本のヤバすぎる未来は次の5つでした。1、壊れた道路やトンネルが放置される。2、警察官がいなくなり無法地帯になる。3、日本の4分の1の地域に荷物が届かなくなる。4、整備士がおらず、車検が受けられない。5、 80代の高齢者がバスの運転手をする。それでは次に2件で、せっかく貯めた貯金と年金が水の泡にお金があるのに使えない。2040年に訪れる日本の真実について解説していきたいと思います。さてさてでは続く2限ではね、一体全体なんでそもそも2040年に1100万人の不足が起きるのかということについて要約して参りたいと思います。まず一つ 目に紹介したいお金があるのに使えない2040年に訪れる日本の真実は生活の維持に時間を取られるがあまり働くことさえできなくなるということになりますさて私たちはね普段お金を払うことによって様々なサービスを買っているわけですよねですがもしそのようなサービスを買うことができなくなったらどうなるでしょうか私たちは今お金を払いさえすればサービスが 受けられるのが当たり前の社会に生きていますよねお金を払えば電車に乗れるしお金を払えば日本全国どこにでも荷物が届きますよね ですが、これらはすべて、電車の運転手や駅員、トラックドライバーや、道路を整備してくれる作業員の方々といった、働き手がいてこそ、実現している奇跡と言えます。私たちは、このような、お金を払えば満足なサービスが受けられるという奇跡が、奇跡であるということを忘れています。かつて、狩猟採取時代の人類にとって、食べ物が手に入るというのは、奇跡に近かったですよね。マンモスを 買ったり、果物を木から取ってくるのは、ものすごい危険が伴って、簡単にできることではありませんでした。ですが、農耕や牧畜が始まって、貨幣経済が浸透することで、私たち人類はお金を払えば、いつでもどこでも食料が手に入るようになりました。 もちろん現在でも食料難に困っている人やそういった地域は世界中に存在しますが少なくともこの日本においては食べ物に困って餓死するということはまずありえないでしょう食べ物がいつでもどこでも手に入るというこの現状が奇跡であるということを私たち日本人は忘れてしまっているんですしかしもし気候変動や戦争によって食べ物が手に入りにくくなったらどうでしょうか 食べ物の価格は高騰し、いくらお金を払っても食べ物が手に入らないという大変な状況に陥るでしょう。実は今、これと同じことが働き手の面で起ころうとしているわけなんです。2023年、リクルートワークス研究所の調査によって将来の労働供給について恐ろしい事実が発覚しております。将来の労働の需要と供給のシミュレーションを行ったこの研究によって今から16年後の 2040 1100年にはなんんととと日本でで万人の人の手不足がが起きるということが判明してしてまったんですつまり、十数年後には、日本は食糧難ならぬ、働き手難に直面するということが明確になってしまったんです。食糧難の時に、どれだけお金を払っても、食糧が手に入らないのと同じで、わずか十数年後、私たち日本人は、どれだけお金を払っても、人的サービスを受けられなくなってしまうんです。さらに 問題ははそれだけではありません人手不足というのは今に始まったことではなく平成の頃から日本ではずっとニュースなどで騒がれ続けていた問題ですよね。ですが 実際どのような分野で人手不足が起こって私たちの生活にどのような影響があるのかを明確にシミュレーションした研究はこれまで報告されておりませんでした。先ほどの2023年の研究では業種別の労働需要のシミュレーションの結果私たちの生活の根本を支えている生活維持サービスが 消滅の危機にあるということが分かったわけです。シミュレーションの結果、2040年には、介護サービス職で25.2%、ドライバー職で24.1%、建設職で22%の働き手が不足するということが分かっているんです。するとどうなるでしょうか私たちは2040年になると、置いた親や自分自身の介護サービスを受けることができなくなります。 お金がないから受けられないのではなく食料なんと同じでスタッフが確保できないという理由でお金があっても受けられないんですそうなると働き盛りの世代の家族が自分の手で介護をしなければいけなくなります介護というのは並大抵の労力ではありませんから若い世代は親の介護に手一杯で働くことができなくなりさらに人手不足が深刻化してしまいますドライバーがいなければコンビニやスーパーの 商品は補充されず食べ物はあるのに消費者が買えないという事態に陥りますそればかりか建設職の不足で道路が穴ぼこだらけになってたとえドライバーがいてもトラックが道を通れないなんていうことにもなるんですそうなれば消費者自身が遠くまで歩いて買い物に行かなくてはならずさらに時間が取られ働く暇がなくなってしまいますこうして私たち日本人は生活の維持に時間を取られる があままり働くくことさえでできなくなってしまうんですそれでは次二つ目に紹介したいお金があるのに使えない2040年に訪れる日本の真実は不景気なのに人が足りないという恐ろしい二重苦でありますさてここで皆さんがもし無人島に住んだらどうなるのかをちょっと考えてみましょう無人島といっても水や食料が豊富な パラダイスのような場所を想像してほしいんです美しい海や自然を眺めながら悠々時的な生活をイメージするかもしれません人間関係に煩わされることもなく天国のような場所ですよねですが実際にはそうではありません無人島においてはたとえ水や食料が豊富であっても私たちは朝から晩まで休む暇なく働かなくてはいけなくなるんです人間社会においては私たちは 皆他社の労働を消費していますコンビニでいつでも好きな時に食べ物が手に入るのは私たちが食料を買っているからではありません。 食料をコンビニまで運んできてくれるドライバーの労働やそれを売る店舗のスタッフの労働など多くの人の労働に対してお金を払っているんです。頼れる人がいない無人島においては他者の労働の力を借りずに生活しようと思ったらありとあらゆる労働をね自分自身で引き受けなくてはいけないんです。食料品を 自分の足で調達し、自分で調理し、自分で保管しなければいけません。洗濯をするのも自分ですし、生活に必要な道具を集めるのも自分です。水場までの道が壊れたら、自分で補修しなければいけません。屋根に穴が開いたら、それを直すのも自分の仕事です。つまり、他者の労働の恩恵を受けられない状況においては、私たちは生活するのに精一杯で、休む暇もないということになってしまう。 ですそして2040年に訪れるのはこの無人島のような社会なわけです。宝飾と工業の時代において食料品や工業製品自体は日本国内に溢れています。ですがそれを運ぶ人もいなければ修理する人もいないんです。これははっきり言って絶望的な社会と言えるでしょう。確かにね今現在の日本ですらもほとんど絶望的だと言ってもいいでしょう。経済の格差はどんどん広がり お金がない人は淘汰され、お金がある人だけがまともな生活ができるためです。ですが、その次に訪れるのは、お金があってもどうにもならない社会です。せっかく、新忍差で資産を築いても、一生懸命節約して貯金をしても、そもそも働き手がいないんですから、労働力に対して、 お金を払うということすらもできなくなってしまうんです。なぜこんなとんでもないことになるのかといえば、それは何と言っても高齢化が原因です。人は何歳になっても他者の労働力を消費します。むしろ年を取れば取るほど医療や介護に依存するようになって、たくさんの労働力を消費するようになるんです。一方で、 私たちは年を取ると自分自身が社会に労働力を提供することができなくなります。つまり高齢化というのは人手不足を二重に加速させるということ。これが2040年に起きることが単なる人手不足ではないことの本当の理由なわけです。これまでの日本の人手不足は後継者不足や技術継承の困難。 デジタル人材の不足といった産業や企業視点からの人手不足に過ぎませんでした。 そのような人手不足は、経済を停滞させることはあれど、私たちの生活までを不便にしてしまうことはなかったんです。しかし、2040年に起きることは違います。労働力を提供することができない、大量の高齢者が大量の労働力を消費し、そのあまりのスピードのために、日本の労働力が底を尽きてしまうということになるわけです。本書で、最も重要な点はここにあります。つまり、 これまでの人手不足と2040年に起きることは根本的に違うということなんです。かつての日本の人手不足は企業の業績や景気に大きく左右されるものでした。人手不足が日本で論じられるようになったのは2005年以降と言われていて、この頃はリーマンショック前の景気拡大局面にありました。 つまり、景気拡大によって求人が増えたことで人手不足になったというわけです。実際これまでは企業業績と人手不足の間には、 正の相関があったということが研究によって示されているんです。逆に言うと不景気になれば失業者が増えて人余りになるということなんです。ですが現在は根本的に違うわけなんですね。現在は景気状況と人手不足の度合いとが完全にかけ離れていて企業の業績が良いか悪いかにかかわらず慢性的に人手が足りていないという状況なんです。ここは本書の 最も重要な部分ですから一旦まとめておくとこれまでの人手不足は景気や企業業績に左右され労働に対する需要の上がり下がりをベースに労働力が不足していたそれに対して2040年の人手不足は景気や企業に左右されずそもそも労働供給量が絶対 最適に足りていない。このような大きな違いがあるんです。つまり、2040年には不景気なのに人が足りないという恐ろしい二重区が日本に襲来するというわけなんです。それでは次、三つ目に紹介したい。お金があるのに使えない。2040年に訪れる日本の真実は、1100万人の人材不足は無人島で生活するのと同じということであります。さて、 2040年に1100万人が不足するというのは2040年に急に起きることではなくて当然今のうちからすでに始まっていることになります。実際現在でも 物流や土木建設、介護福祉といった職種では明らかに労働力の需要が供給を上回っていて大変な人手不足に陥っているんです。これがさらに2040年にはもっと深刻化するということ。注文した商品の配送やゴミの処理。 道路の除雪保育サービスなど私たちが日頃恩恵を受けているあらゆる生活維持サービスが機能不全に陥るんです先ほどの2023年の研究では2040年これまでなかったような次のような問題が浮上することがわかっています問題1給料をいくら上げても必要な人材を採用できない問題2採用コストが高くなりすぎて必要な生活維持サービスが 廃止になる。問題散。人手不足によって企業が倒産していく。 このような結果、日本社会全体の経済活動が停滞、縮小していきます。そして、不景気になるにもかかわらず、人手不足が解消されないというのは、先ほど述べた通りです。そうなれば当然ですよ。私たちの生活水準は低下し、生活水準の維持に必須のサービスに、労働力を回さざるを得なくなるわけです。そうなれば当然、先端分野に対する人材供給が後回しになって、イノベーションが一層低 停滞しますゴミ回収の人材が不足して街中にゴミが溢れている中新しい ai 開発などをやっている暇はありませんからねこのような悪循環によって日本はどんどん後進国に転落していくというわけなんですそして最終的にどうなるかといえば私たち日本国民自身が痛い目を見るんです社会保障の分野でよく出される数字に高齢者一人当たりの現役人口というものがあります高齢 者一人を何人の現役世代で支えているかという指標のことです2010年には高齢者一人を1.96人およそ2人の現役世代で支えておりましたですがこれが2035年には高齢者一人に対し1.35人さらに2040年には1.2人にまで低下するということがわかっているんですつまりいずれ若い世代が高齢者を支えられなくなる日が必ずやってくると ということ。 そうなれば結局困るのは今から16年後に高齢者となる現在の現役世代の皆さんなわけです。現役世代の方々は今新 2SA で一生懸命老後資金を作ったり給料から年金が転引きされるのを我慢していらっしゃることでしょう。ですが2040年にはその努力が全て水の泡になってしまう可能性が否定できません。いくら老後資金があれど現役世代の労働力を買うことが でででききず医療介護ササーービビススは愚かか生活に必須のサービスさえも受けることがななくなってしまうからです最近は、年金制度の崩壊が騒がれておりますが、たとえ、年金制度が破綻しなかったとしても、その年金で買う労働力が日本になければ、年金がいくらあったところで意味はありません。お札は荷物を運んでくれませんし、ゴミ袋にお札を貼っておけば、次の日には回収されているわけではない からです 荷物をを運んんででくくれれるるののももゴミを回収してくれるのも全てすは結局人なんです今現在は現役世代の皆さん自身がそのような労働の供給者となっているわけですがいざ皆さんが労働の消費者となった時残念ながら日本に労働を供給してくれる人がいなくなっている未来がほぼ確実なわけです本書の推計では2040年に訪れる1100万人の人手不足というのは例えるならば大阪 を含めた近畿地方のの働き手が丸ごとと消滅すするるぐらいいインパクトであると言いますこれはね、ちょっと考えてみればわかりますが、あまりにもヤバすぎる話だと思うわけです。もはや、このような人手不足は、人手がなくて忙しいというレベルではありません。無人島と同じで、自分の健康に何かがあったら、終わりというレベルの、本当にヤバすぎる状況なんです。ここまでで、いかに日本がやバすぎる 状況に陥っているかよくご理解いただけたことでしょうそれではこの辺で2件の内容をまとめておきたいと思います2件まとめこの2件ではお金があるのに使えない2040年に訪れる日本の真実を合計3つ紹介しました1 2040年、生活の維持に時間を取られるがあまり、働くことさえできなくなる。2、不景気なのに人が足りないという恐ろしい二重苦。3、1100万人の人材不足は、無人島で生活するのと同じ。 それでは次3言で2040年を生き延びるために日本人は AI に身売りしなければなりませんということを解説していきたいと思います。さてここまでであまりにも悲惨すぎる日本の未来についてご説明いたしました。これらの悲惨な未来はわずか十数年後に訪れるということがもう決まっていて今この動画をご覧の多くの方がそんな日本で何とか生きていかなくてはいけないんです。 はこのような残酷な未来を変えてより希望に満ちた日本の未来を取り戻すことはできないのでしょうかそこでこの動画の最後となる3言では日本の未来のための解決策についてご紹介したいと思います まず一つ目に紹介したい。日本の未来のための解決策は、徹底的な機械化と自動化であります。さて、法書では、2040年に訪れる未曾有の人材不足を解決するために、4つの解決策が提案されております。それは、1、徹底的な機械化と自動化。2、ワーキッシュアクト。3、シニアの小さな活動。4、企業の無駄改革。 この四つです。まず、一つ目の機械化と自動化ですが、すでに AI の交流によって、この波は来ていると言えるでしょう。最近の AI 革命は、しばしば産業革命と比較され、私たち人間の仕事を奪うと危惧されがちですよね。ですが、ここまで見てきた通り、日本はあまりに人手不足が深刻で、むしろ AI に仕事をお願いしたいぐらいであるということがわかるでしょう。労働力が溢れているのであれば、仕事の取り合いになるかもしれません。 れませんが今はその逆でむしろ ai と仕事の譲り合いができる環境にあるわけですその点日本は ai を受け入れやすい土壌にあると言えるでしょう実際 ai を活用することで私たち人間が人にしかできない仕事に集中したらより生産性が上がって結果的に経済が上向いて賃金上昇につながると考えられておりますそのため日本はヨーロッパのように ai をやたらに規制せずデジタルに寛容なロー ロボットフレンドリーな社会を目指すべきであると言えるでしょう。 それでは二つ目に紹介したい日本の未来のための解決策はワーキッシュアクトであります。さて、二つ目のワーキッシュアクトというのはあまり聞き慣れない言葉ですよね。ワーキッシュアクトというのは本業の仕事以外の活動のうち人助けになるかもしれない活動のことを指しています。私たちは皆他者の労働を消費して生きていますが、その労働は必ずしも仕事である必要はありません。 もし私たちの趣味が誰かの役に立てるのであれば、それはそれでめちゃくちゃ素晴らしいことですよね。労働力が不足しているのであれば、趣味によって助け合うことで足りない労働力を補っていこう。それがワーキッシュアクトの考え方でございます。人の役に立つ趣味って何なのとあまりイメージしづらいと思うので、具体例を紹介しましょう。例えば、スマホゲームアプリで地域のマンホールを撮影するのはどうでしょうマンホールを を撮影してスタンプラリーのようにポイントを貯めていくゲームになりますユーザーが撮影した写真を位置情報に紐づけることで地域の水道インフラの情報を網羅的に収集することができますこれによって マンホールをを点検すするための労働力を補うことができます実はすでに一部の電力会社がユーザーが写真に撮った電柱のデータを初期点検に活用しているという事例があります。他にもウォーキングをしながら地域社会を見守るパトロールラインや旅先で人の困りごとを手伝うボランティアなど趣味が人のためになるということは意外とたくさんあるんです。それでは次3つ目に紹介したい日本の未来のための解決策 はシニアの小さな活動と企業の無駄改革でありますさて、三つ目のシニアの小さな活動と四つ目の企業の無駄改革は読んで字のごとしです。とはいえ、一元で述べた通り、すでに多くのシニア世代は何かしらの仕事をしておりますし、日本企業の生産性の低さはなかなか急激に変えることは難しいかもしれません。そのため、やはり将来の人手不足を解決するためには、特に一番目の 徹底的な機械化と自動化が最も現実的な解決策であると言えるでしょう。とはいえ AI には人類がまだ出会ったことのない未知のリスクがあり、手放しで AI を歓迎して良いというものでもありません。 人材不足を取るのか、機械との共生を取るのか、私たち日本人は今、非常に厳しい選択に迫られていると言えるでしょう。この選択を間違ったら最後、日本にはもはや未来はないと言えるでしょう。また個人的に、こういった残酷な未来を踏まえ大切にしてほしいことがあります。それはいつもこのチャンネルでお伝えしているように健康です。将来労働力が足りなくなり、特に医療や介護分野で労働力が足りなくなるのであれば、もし 病気したり、体調を崩した時、必要な医療や介護が受けられない可能性があります。ですが、もし、あなたが普段からきちんと体調に気を使って、死ぬまで医療や介護に頼らなくても済む、あるいは最低限頼るだけで済む、それならばそれがベストでございます。人手不足がこれから深刻化していく未来だからこそ、より健康の価値が高まっていると言えるでしょう。 ぜひこのチャンネルから様々な健康知識を吸収し、一つでもいいので生活の中で実践してほしいです。それではこの辺で3言の内容をまとめておきましょう。3言まとめ。この3件でご紹介した日本の未来のための解決策は次の4つでした。1、徹底的な機械化と自動化。にワーキッシュアクト。3、シニアの小さな活動。4、 企業の無駄改革。この4つでした。さて最後にね、ちょっとだけ補足すると、先ほど健康が大事だと言いましたが、もう一つ個人的にはやはり、機械化自動化も大切だと思います。とはいえ、これはね、いきなりやりなさいと言われても急にできるもんじゃないので、今のうちからちょっとずつ AI を使う練習をするとか、チャット GPT を使う練習をするとか、新しいアプリを試してみる、新しいデジタルデバイスを試してみるといった風に、できるだけ自 自動化化や機械にも慣れておく必要があるでしょう。最初は大変だ難しいと感じるかもしれませんが慣れです是非少しずつでもいいので慣れていくようにしましょう本日は以上ですこの動画が良かったら高評価ボタンとチャンネル登録どうぞよろしくお願いしますまた他にも役立つチャンネルをやっておりますので概要欄のリンクからチェックしてみてください今画面に出ている最新動画おすすめ動画もチェックしてみてください本日はご清聴ありがとうございました